どうもフロゼロと申します。今回はシーズンポイント徹底解説やっていこうかなと思います。いや皆さんシーズン114お疲れ様でした。アルベルクイーンが登場して大体1ヶ月経ちましたけれども、結構見る機会多いですよね。特にアルベルなんかは2カ使ってる自分からしたらめちゃくちゃ厄介でした。めっちゃワンパンしてくんもん。今月登場したベティとカラスに関しても非常に面白い性能をしていて、優秀フェスゲンたちがたくさん登場してるのは素直に嬉しいですよね。来月あたりで別れ入りキングレベルが来るかもしれないことを考えるとめちゃくちゃ期待したいものです。少し話はそれましたが、今回は新たに登場したシーズンポイントについて見ていこうかなと思います。ショート動画でも良かったんですけれども、時間的に無理やりやることになりそうだったので、今回はちょっと編集力向上のためにもじっくり見ていこうかなって思います。何と交換すべきか、課金はするべきかなども話していこうと思っておりますので、ぜひ最後までご覧ください。目指せ登録者年内5万人、協力よろしくお願いします。いやきついけどね。まあいいや、それではやっていきましょう。どうぞ。では早速見ていきたいんですが、そもそもシーズンポイントとは何なのかについて簡単に説明していこうかなと思います。シーズンポイントっていうのは11月1日から始まったバトルスコア達成報酬の一部となっていて、こんな風にリーグに潜りまくってスコアを貯めていくことで獲得することができます。エバトのように課金することでさらに多くのシーズンポイントを獲得でき、無課金の方は25個、シーズンパスライトを購入した方は計250個、プレミアムまで購入した方は600個入手できます。いやーこう見ると無課金の方と課金できる方でかなり差が生じますよね。ソシャゲっていうこともあって仕方ない部分はあると思いますが、最近ちょっと課金者特典にかかりすぎてるような気がするので、もう少し無課金の方に寄り添ってもいいんじゃないかなって思ってる自分はいますね。まあしゃあないのかな。今後せめて報酬が倍になるようなイベントがあることを祈っておきましょう。ちなみになんですが、バトルスコア達成報酬で新たに登場したアイテムはもう一つあって、それがこちらのチャンスカードバトルコインですね。これをリーグ前に設定していただくとコインが獲得できるようになります。オバブとかしてるとすぐに枯渇しちゃうので、これはめちゃくちゃありがたい。もう少しちょっと数を多くしてもよかったみたいな。それでは次に先ほどのシーズンポイントで何と交換すべきかについて見ていこうかなと思います。まず一番おすすめできないもの、それはこちらのアイテムですね。正直他のイベントで獲得できる機会が多いですし、何より後で説明するものがあまりにも豪華すぎるので、ここでポイントを使うのはかなりもったいない。基本アイテムとは交換しないというのを頭に入れていただけたらなと思います。じゃあ何と交換したらいいのかというと、すでにレベル100になっているキャラのかけらを激しくおすすめします。今回のキャラかけら交換所は結構パターンがあって、なんかちょっと複雑なんですけれども、全てに共通して言えることとしては、レベル100かそうでないかで獲得できるキャラのかけらの数が全く違うということ。もう天と地です。例えば最近の工場キャラ同士で比べたもの、100であるドレイクは合計90個のかけらと交換できるのに対して、100でないヒョウゴロウは同じ必要アイテム数にもかかわらず10個しか獲得できません。もう一つの例、昔の工場キャラに関してローは合計300個も入手できるんですが、クロコダイルは20個のみ。レベル100同士でもフェスゲンか工場か、さらにはエースより前に登場しているか否かで交換できるかけら数は変わってきますが、レベル100じゃない場合はどんなキャラでももらえるかけら数は少ないというのが今回の交換所の大きな特徴です。そのため個人的な優先度としては、絶対条件としてレベル100、その後エースより実装前のレベル100工場キャラ、2レベル100の星3キャラ、3エース実装以降のレベル100工場キャラ、4レベル100の星2キャラ、5レベル100のフェスゲンキャラって感じですね。まあ2番以降の優先度は正直人によって変わってきそうですが、とにかくレベル100のキャラかけらを交換することは必ず覚えていてください。あとまあ全体的に見ると、今回の交換所は過去キャラをオバブするために存在する、そんくらい言い切っちゃってもいいくらいちょっと差が出てますよね。じゃあレベル100じゃないキャラを育てたい俺はどうしたらいいんだと思う方がいると思いますが、そういう方はチャレバトパスに課金することをおすすめします。今回のシーズンパスを課金すべき基準は個人的に2つあると思っていて、1つは既存のキャラをオバブさせたいか、まあ、特にエースより前のキャラをオバブしたい方にとっては今回絶対課金したいって感じですね。もう1つはバウンティーカラーがどうしても欲しいか。バウンティーカラーというのはキャラの衣装を変更できるという素晴らしいものとなっていて、まあ、自分のキャラの衣装を変更できるって考えたら、それはそれはもう素晴らしいことなんですけれども、キャラの能力が向上するわけでもないですし、コスパ的に考えても原則交換すべきではないです。衣装もまあやめとこ、残
コメント。ただラインナップ更新時に今後入手できなくなる可能性があるのが結構悩ましいところなんですよね。記述がどこにもなくはっきりとしたことは言えず申し訳ないんですが、キャラ衣装を集めたい方や好きなキャラの衣装が登場した時にだけ購入するイメージって感じです。まあ、とにかく基本コスパ的な視点で見ると交換しない方がいいっていうことは覚えていただけたらなと思います。大体こんなところですかね。まとめると、シーズンポイントはレベル100のキャラかけらと交換するべき。キャラ衣装はコスパ的に基本交換するのはおすすめできない。課金する基準は工場フェス限レベル100のキャラをおばぶさせたいかどうか。で、レベル100にしたいのであればチャレバトの方を課金すべき。こんなところですかね。まあ、ちょっとこういった長い解説動画を撮るのはなんやかんや初めてだったと思うので、至らぬ部分があったとは思いますが、こういった動画もね、ちょいちょい増やしていこうかなと思っておりますんで、よかったらそちらもご覧ください。てな感じで今回は終わりたいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。では、バイバイ。